本日の食材がこちら、トラフグの白子っていうことでね、ついに仕入れちゃいましたよ。本当はね、このトラフグを一匹さばいて、そこから出た白子を使って、でトラフグの身とトラフグの白子を使った料理を作るのがいいんですけども、なかなかね、さばいたフグから白子が出てこないんですよ。なので今日はこちらの生の白子買いました。はい、では切っていきます。まあどうだろう、このぐらいの大きさかな。はい、このように切れました。天ぷら粉に絡めて油にポーンと、はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずはこの熱いうちにね、天丼いただきたいと思います。白子のみのね、天丼ってどんだけ贅沢よ。しかもトラフグの、すだちをちょっと絞りので、この特製の天つゆのタレをたっぷりとかけています。よいしょ、 OK。 もうちょっとかけようかな。よし、そしたらご飯とこの白子を一緒に盛って、うまい、以外の何も出てこない。どうしよう、本当に美味しいものを食べると感想出ないって言うんですけど、その現象が今僕の中で起こってますわ。びっくりした。そしたら次にこちらの白子ポン酢いただいていきます。冷蔵庫でキンキンに冷やしてありますんでね、もみじおろしを溶かして、じゃあここら辺いただきますかね。いただきます。うわー、やば、うめえ。ほんとこのトラフグの白子っていうのはね、例えようがない味なんですよね。ほんとに臭みがなくて、とろっとしてクリーミーで、でもその中にしっかりとね、深いこの、なんだろう、大人の美味しさっていうか、あるんですよね。はい、ありがとうございました。本日の食材がこちら、羅臼産のお酢のマダラ。ということでね、やっと入りました、いいタラが。この時期なんでね、この魚はやっぱりやっとかないとと思いまして買ってきました。マダラといえば白子ですよね。でほら、これちょっともう見えちゃってるんですけど、入ってますね、白子。こちらのマダラ大体6000円ぐらいしました。鮮度もかなりいいので、上質な白子が入ってると思います。さあ、お楽しみですね。いきますよ。でここ逆包丁でできるだけ白子に傷がつかないようにお腹割っていきます。お、うわぁ、すげぇ出てきた。ほら。で、これが肝臓ですね。タラは肝臓を見れば、新しいか新しくないかがわかるんですよ。古いタラはね、肝臓が溶けちゃうんですよ。で、ここに苦玉があるんで、苦玉はこう、潰さないように取っていきます。めちゃくちゃ綺麗ですね。で、こういう風に渦巻きになってるのがあるじゃないですか。これ全部アニサキスです。いわゆる寄生虫。で、これが胃袋ですね。タラの胃袋は加工すると、居酒屋の定番、ちゃんじゃになります。で、これが龍門水ってどこかな。で、あと残りのこれ、これが白子。でも意外になんて言うんだろう、ちょっとひだがちっちゃいな。まあでもこればっかりはね、開けてみないとわからないんで、一応僕保険で白子2つ買ってきてあります。ちなみに1バッグこれ2000円したんですけど、本当にいい白子っていうのはひだが大きいんですよ。こう比べてみてもね、全然違いがわかりますよね。こっちをね、天ぷらにしていきます。買ってきた方、これを白子ポン酢にします。こちらの白子、まずは取っていきますね。ここにね、膜でくっついてるんですよ。ひらひらを切るんじゃなくて、膜を切るイメージ。はい、こんなに入ってるんですよ、どっさり。
全部白子を並べてみましょうか。はい。すげえインパクトだな、これ。そうしましたら、洗った白子を器に移して、そこにポン酢。刻みネギ。もみじおろし。すだち。はい、これで白子ポン酢の完成。いよいよ、こちらの白子を揚げていきます。白子は一遍にじゃなくて、一個ずつ丁寧に揚げていきます。白子はね、油の温度が一気に下がっちゃうと思うんでね。でも、そんなに揚げなくて大丈夫です。もう半生ぐらい、このぐらいでいいです。こんなもんでいいです。はい、このようにカラッと揚がりました。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。これが白子の天ぷら、上手にできたと思います。そうしたら大根おろしをあったかい天つゆに落として混ぜ混ぜ混ぜ。そうしたらまずはこのやっぱり白子からいただきますよ。天つゆにたっぷりとくぐらせていただきます。うんまっ。この白子が新鮮だからかな、全く臭くない。たまにあるんですよ、なんか苦味のようなえぐみのようなあるね、白子があるんですよ。それが一切ない。そしたら次はこちら、白子ポン酢いただきます。もみじおろしとネギを混ぜ混ぜしていただきます。クリーミーだな。口の中に入れた瞬間、とろっと、これはお酒が進むやつだわ。本日の食材がこちら、巨大な天然トラフグ。ということでね、またもやとんでもないトラフグが入りました。以前めちゃくちゃでかいトラフグやったんですけど、それより若干小さいぐらいのサイズですね。でもこのトラフグすごいのが、オスっていうところなんですよ。プロの魚屋さんに目利きしてもらったんで、ほぼ間違いなく白子が入ってると思います。出ました。うわぁ。すごい。本当に白子だ。待って。ほら。え？白子これ。でかすぎないですか？これちょっと。これが、トラフグの白子。ここら辺ちょっとなんだろう、血が回っちゃってるのかな？ほんとこれ片一歩だけで1キロはあるな。いや、1キロ以上あるんじゃねえか、これ。そしたら、いよいよこちら、白子、切っていきます。うわぁ、緊張するな。ちょっとね、こっち側、違うんじゃってるんですよね、こういう風に。ここは、切った時に除去します。いきます。うわぁ。すごっ。めちゃくちゃクリーミー。ここは、除去します。もったいないけど。これでもう綺麗なんで。よし、そしたらじゃあね、まずは、天ぷら用。天ぷら用は、このぐらいの大きさ。うわ、すごいな、これ。これもつくかな、これ。1枚、2枚ぐらい、贅沢に天ぷらにしたいと思います。で、白子ポン酢は、ちょっとさすがに大きいままだと食べにくいので、こう切って、こう切って、こう切ります。このぐらいの大きさ。これでも大きいな。もうちょっと半分するか。このぐらいの大きさ。これでボイルして、ポン酢で食べたいと思います。で、これは白子焼きに使います。はい、そうしましたら熱湯に白子入れていきます。さっとじゃなくてね、1分から2分ぐらいいきます。はい、そしたら揚げていきます。で、揚げたら冷水に入れます。ここにポン酢。そしてネギ。で、レモンを添えて、これで完成。そうしたら次は昆布焼き作っていきます。で、その昆布にお塩振っていきます。で、塩が振れたら、ここに白子を乗せます。で、その上からさらに塩をかけます。で、その上にもう一枚昆布を乗せます。はい、では30分経過しました。これである程度昆布の旨味が白子に移りましたと。
オープン。めちゃくちゃいい匂いする。フグしか入ってないのにこんなに上品な匂いする。ちょっとアクが出てるんでアクをすくいます。白子にもしっかり火が通ってますね。でそこにお味噌を少し、そうしたら白子あげていきます。粉をつけていきます。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。白子尽くし。この味噌汁がね、すげえ美味しそうなんですよ。めちゃくちゃいい匂いしてる。で、この初めて作った白子の昆布焼き、すごく上手にできました。最初これから食べていきましょう。さてさて、お味はいかがでしょうか。お、とろとろだ。で、この中身をほじくっていただきます。うわー、うんまっ。あんだけ白子が大きかったから大味かなと思ったんですけど、全然、もう逆にね、クリーミー。僕白子焼き好きでよく頼むんですけど、ここまでクリーミーな白子焼き初めて食べたかも。次はこちら、天ぷらをいただきます。今日は天つゆでいただきたいと思います。ちゃんと衣も剥げずに綺麗に揚がりました。これ天つゆに豪快につけていただきます。口の中が白子でいっぱい。フグの身もいただきます。うん、美味しい。プリップリ。では次にこちら、白子のお味噌汁いただきます。そう、白子もねたっぷり入ってます。じゃあこの白子が溶け込んだお味噌汁いただきます。うんまっ。全然くどくない。でフグの骨たくさん入れたから、このフグ独特の出汁がいっぱい出てる。めちゃくちゃ美味しい。やば。味噌汁と白子一緒にいただきます。うめえ。これ一番好きかもしれない、今のところ。きたーっしゃ、よかった、マジでよかった。さあ、なんだ、絶対取りたい、これは絶対取る。はい、泳いできた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 、よいしょ、あざーす、ありがとうございます。8週間気持ちいいやつ釣れました。こちら、よいしょ、ほら、サワラ、綺麗なサワラで、今日は鎌の上から頭を落としていきます。はい、頭を取れました。はい、行きます。はい、おー、白子でしたね。サワラの白子ブリブリ。指いてポン酢でシンプルに食べます。今ザクザクザクと、まあ、4切れぐらい食べてみます。これさ、なんかさ、ちょっとさ、これあれだよね。で、これ指いてポン酢で食べるとして、はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。で、これがサワラの白子ポン酢、湯通ししてあります。で、サワラの白子ね、すごい美味しいらしいですよ。調べたらフグの白子に匹敵するとか書いてありました。本当にって思っちゃいますけどね。問題の白子いただきます。うん、うんまっ。これ後味に若干の苦味があるんですけど、でもめちゃくちゃ美味しいですよ。全然臭みとかサワラ独特のあの香りとかはないですね。これは成立するな。はい、改めまして、本日の食材がこちら、マダラの白子とトラフグの白子、コウイカ、ハマグリ、ヨシエビっていうことでね、こっちの食材は朝市でちょちょいと買ってきました。で、この2つは取り寄せました。下関の天然トラフグの白子となっております。これだけね、お値段2万円しました。本当はこの3分の1でよかったんですけど、 500g からしか売ってなかったんで、ちょっとたくさん買いました。まあでも明後日タニアン来るんで、タニアンと晩酌でこれ食べたいと思ってるんで、まあよしとしましょう。で、こっちの白子は前の撮影で残ったものです。そして今日は天ぷらの動画です。
僕天ぷらめちゃめちゃ苦手で、天ぷらの本を買ってちょっと勉強しました。なのでそれをやっていきたいなと思います。うまくできるか分かりません。人は本を読んだだけでどれくらい本格的に天ぷらが作れるのかという企画でございます。じゃあ次はこちら、白子いっちゃいましょう。つけて種にくぐらせて、トラフグの白子上がりました。やっぱりね、衣が綺麗についてますわ。この勢いでタラの白子も揚げちゃおう。つけて、つけて、よっ。トラフグ、マダラ。どちらもクリーミーでうまそうですね。じゃあまずはトラフグからいただきます。いただきます。天ぷら屋さんやろうかな。めっちゃうま。トラフグの白子の天ぷらめっちゃうまい。タラの白子どう違うか。うまい。俺じゃあどっちがうまいなんてこんなん決めれん。ただタラの方が風味がありますね。トラフグは本当にもう雑味も癖もなしでクリーミーで美味しい。おはようございまして、本日の食材がこちら。まだだっていうことでね、来ました、お鍋の季節で。ちょっともう見えてるんですけど、これこうちょっと飛び出してるやつ、これがタラの白子です。今の時期しか食べられないご馳走でございます。でこちらの白子も鍋に入れるんですけど、その鍋とは別にこの羅臼産の昆布の上に乗っけて昆布焼きも作っていきたいと思います。白子と昆布の相性は抜群です。よし、そしたらサクッとおろしていきましょう。そしたらまずは皆さんお楽しみ、こちら白子を取り出していきましょう。どのぐらい入ってるんだろうな。でもね、お腹触った感じもうパツパツに張ってるんですよね。これめっちゃ期待できる。いきます。逆包丁でできるだけ傷をつけないように開くと、意外とね腹の膜は薄いです。ほら、うわー、やっぱりパンパンに入ってますね。でこここう切れ込み入れて、これが白子。これがねうまいんだ。好き嫌いはね分かれますけどね。でタラって養殖とかされてませんので年中食べれるものじゃないんですよ。本当に冬のこの時期しか食べることのできない食材なんですね。ありがたいですね。ほら、こんなもんほとんど白子でしたね。んでここ付け根に、うわ肝がすごい綺麗だ。これ血が全然回ってないの、新鮮だな。これこんなに肝が綺麗。まずは氷水を作って、でそこにお塩を加えていきます。ちょっと強めのお塩を入れてください。でタラの白子はこういう膜でつながってますんで、この膜をパチッと切る感じ、できるだけこの房を切らないで膜を切る。で一口で食べれるサイズにこう意識して切っていくと、で氷水に入れていくと、で氷塩水で洗うことによって白子の中の余計な水分も出ててくれますんでね。でこう触るとねぬるぬるとしてきます。ぬるぬるしてきたら OK ですね。そしたら白子焼きに使う昆布、水で戻した昆布をある程度拭いてちょっと形整えて、よいしょ。そしたらこれを折り曲げてこんな感じでぶっ刺す。でチョキン、でこっち側も一緒、折り曲げてぶっ刺す、チョキンと。これで昆布の器ができました。で軽くお塩で白子を置くと、2つぐらいのしちゃいましょうか。で軽く日本酒を振りかけます。はい、これでトースターで焼いていけば白子焼きの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずこちらが新鮮白子の昆布焼き。この昆布が船の形になっております。このプリプリの白子を箸で優しく掴んでいただきます。これはうまい。このプリプリの白子の表面が軽く炙られてて、でこの白子が昆布の旨味を吸い上げてるんですよね。でも口の中に入れた瞬間からもうすごい旨味のパンチですね。お高級な味。本日の食材がこちら、トラフグっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、天然の
トラフグっていうことでね、今年もこの時期がやってきましたよ。 2.5 キロぐらいのフグ2匹買ってきました。でこれね、どっちかがオスでどっちかがメスですね。オスとメス両方買ってきました。プライベートでもフグ料理食べること多いんですけども、僕フグの料理でこれ食べたことないなっていう料理見つけて、今日はそれ作りたいなと思って動画撮っております。その料理が白子酒、トラフグの白子を裏ごしして熱燗に溶いて飲むお酒ですね。めちゃくちゃうまいと聞きました。なので今日はトラフグの白子酒を作っていきたいと思います。ここに1本入れて、で酒包丁でスーッとできるだけ傷つけないように入れていきます。お、白子ですね。枝の付け根を切り取って、でこの白子をね、傷つけないようにこう入れて、 V 字よいしょ、ピン。でこっち側も白子を傷つけないように膜を切り落とすと。でここ付け根に来たら付け根を落とすと。そしたら引っ張りますと。お、うわ、すげえでけえなこれ。いい白子だ。素晴らしいなこれ。これが天然トラフグの白子。ついてる位置は卵のついてる位置と一緒ですね。ここにこうやってつながってついてます。ほら、綺麗ですね。で白子酒にするって言ってもこんなにたくさんは使いませんので、こう切って、まあそうだな、半分ぐらいでいいな。こっちを使いましょうか。さあ、そしたら白子酒を作っていくんですけど、まず用意するものはこちら、裏ごし器ですね。裏ごし器をボウルにセット。そしてこの生の状態の白子を細かく切っていきます。このぐらいですね。このぐらいにカットしていきます。そしたら裏ごし器で裏ごししていきます。徐々に徐々にこう潰していきます。そうするとこうやって白子の膜が残りますんでね、これは白子酒には使いません。こういう感じで全部裏ごししていきます。はい、ではこのように裏ごしが完了しました。トロットロでクリーミーですね。で今日使う日本酒がこちら、この前ちょびっと飲んだこれ、石田屋の日本酒で、作り方はすごく簡単で、お鍋にこう日本酒を入れてさーっと入れますと。でアルコールが飛ばないぐらい超弱火、このぐらい でそこに裏ごしした白子を入れていきますと。一滴残らずね、入れていきます。よし、でこれで混ぜていくと。でこうやって泡立てるみたいですね。でフチッコがこういう風に泡立ってきて火が入ったら OK。 でこれをとっくりに入れて、はい、これで白子酒の完成。今日絵的に映えないのでデレレレーはなしでいきます。さあ、どんな味なんだろう。うわー、すげえ、なんかね、牛乳みたいですね。ホットミルクみたいですね。はい、これがトラフグの白子酒。じゃあこちらいただきます。まずは香りから。特別ね、美味しそうっていう匂いではないですね。香りがいいなっていう感じではない。本当に日本酒の熱燗の香りに、なんか白子の焼いた時の中の表面の香りが合わさった感じですね。よし、いただきます。どうだ、うめえこれ。え、うまっ。ちょっとうわ、うまっ。これうまっ。マジ？え、これむっちゃ衝撃なんだけど。これね、食べ物と飲み物の中間ですね。ずっと飲んでられる。全然ね、くどくないですね。もう口に入れた瞬間はもう白子なんですよ。フグの白子の旨味がズーンとくるんですけど、で飲み込んで熱燗でこう鼻に抜けてくる香りでまた白子がやってくると、三度美味しいお酒です。
はい、改めまして本日の食材がこちら、マダラということでね、気まぐれクック冬の定番魚マダラやってきました。しかも今回のマダラ、もちろんオスマダラでございます。マダラのオスにはそうです、白子がたくさん入っております。この今の寒い時期のマダラの白子は最高です。そしたら今日はこちらのマダラを使ってマダラの天丼を作っていきたいと思います。マダラの白子がメインですね。さあではお腹割っていきましょうか。これお酢で買ったんですけど、これ卵だったらびっくりだな。いきます。あ、もうこれ白子ですね。これクリーミーなのがついてきました。うーわー、真っ白、いい白子、これすごいいいわ。うわ、めちゃくちゃいい、曇り一つない真っ白、最高の鮮度感。そしてこのヒレヒレも大きい、大当たりでございます。今日の白子は大当たり、しかも入ってる量が半端じゃねえ、ほぼ白子ですねこれ。お腹の中ちょっとちょっと、これはすごいんじゃないの。ほら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 、白子の量これです。こんだけボールに入れるとね、よくわかると思いますよ。ほら、たっぷり。はい、カット作業が終わりました。そしたら血を抜いていきます。で、どうやって抜くかというと、まずはお水を用意します。お水にお塩ですね、海水ぐらいの塩分濃度を作っていきます。そしてそこに日本酒も加えます。スッと、で、この中に先ほどカットした白子を加えていきます。あ、ちょっとボールが小さい、ボールが小さいので鍋に移します。で、ここに昆布も入れていきます。で、これで昆布と日本酒の旨味を白子に入れると同時に、浸透圧で白子の中に入ってる血液を出していきます。それに日本酒がね、臭みを消してくれるし、もう一石三鳥です。そしたらこれに氷を入れていきます。で、氷も直にバシャって入れちゃうと溶けて溶けて塩水酒昆布汁が薄まってきちゃうんで、これジップロックとかに入れて入れておくといいと思いますよ。そしたらこれで1日2日冷蔵庫で寝かしていきます。それじゃあ1日後に移動。はい、それでは1日経過しました。プリップリの白子ちゃん、少しずつ入れるのがいいと思いますよ。あんまり茹ですぎると硬くなっちゃうんで、もう 1,2,3 こんなもんでいいと思います。このぐらいで冷水にチャポンと、シャバシャバ、1,2,3,4,5、まあこんなもんでしょう。めっちゃうまそう。こうしたら白子ちゃんをくるんくるんとザルに移して、お皿に入れてポン酢、そしてネギを刻んでいきますね。白子ポン酢にはやっぱりネギは絶対必要。シャッ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 と、そしたらネギをパラつかせてレモンもちょこっと添えましたら、はい、こちら白子ポン酢の完成。天ぷら粉にくぐらせます、こんな感じ。そしたらチャポンと、もう一発いきましょう。しっかり絡めて、こんな感じ。そしたらチャポンと、これの繰り返し。え、めっちゃ上手にできてるんですけど。はい、カラッと上がりました。はい、じゃあ完成、いただきます。よし、食べていこう。これインパクトやばいな、この白子のみ丼。これめちゃくちゃサクサクにできました。じゃあ最初はポン酢いいっすか、白子ポン酢から。ポン酢をしっかり絡めていただきます。うわ、うん、まっ。もうね、飲める。ほのかに昆布が香るんですよ。それがうまい、ちょっとマジでうまいな、この白子ポン酢。鮮度もやばい、久しぶりに食べたこんな美味しい白子ポン酢。次こちら白子天丼いきましょう。初めて作った白子だけの天丼、あったかい天つゆを上からかけていく。さーっとね、よし、 OK。 そしたらてっぺんのこいついきましょうか。いただきます。
うんまっ、スイーツ、何このトロトロ、うん、やばいなこれ。俺得意料理白子の天ぷらって言ってもいいな、これ。そのぐらい上手にできた今日。おいしい。